ちょっと神戸に寄ってから帰りたいと思います。まあ、なんで神戸かっていうと、僕の友達にちょっと久しぶりに会ってデートして、デートって言い方もおかしいんだけど、まずね、ちょっとお昼はお父さんとご飯に行って、そっからね、電車で3時間半かけて神戸に行って、友達と合流して4時くらいに、でそっからちょっと遊んできて、まあ、終電ぐらいに帰ろうかなっていう感じです。これね、2本に動画分けてると思うんですけど、それのね後半になるので、まあね、ゆっくりと時間のある時に見てくれると嬉しいです。バイバイするで、バイバイするで、チロル。チロル、バイバイ、またね。入るぞ、こいつ、こいつ入るぞ。バイバイ。昼ご飯はここに来ました。お父さんがですね、普段働いている場所だということで、飲食店なんですよ。はい、僕のお父さんに会いたかったらここに来れば会えます。はい、イタリアンっていうのかな。うん、ちょっと一回来たことあるんですけど、ランチはねこの時間帯でやってるらしいです。たくまくん、海の方行くかな。海の方行く、ハーバーランドの方。そうそう、行こう。いいよ、久しぶりに行きたいと思ってた。よく南京町とか、うん、カフェとかあります。何ヶ月ぶり？ 4 ヶ月ぶり。2月ぐらいじゃない、だって最後あったの俺んちとこに来たの。うまいな。結構経った、結構経った気がする。神戸めっちゃ久しぶりですよ。ほんまに、ほんまに小学校ぶり。小学校ぶり。それはもう海行くしかない。海行くしかない。ハーバーランドのなんだっけな、お店の名前覚えてないけど、なんかブラジル料理かなんかのシュラスコを食べた気がする。シュラスコってなんかお肉をめっちゃ食べるとこなんだけど、そこに行った記憶しかない。イエイ相変わらず、相変わらずのテンションだね。雨は止みました。すぐピースする。お、綺麗、マジで。本当に綺麗。ここをね、たくまくんが歩いてる動画がバズってたんですよ、TikTok で。そうですね、懐かしいですね。イエーイ。
俺のチャンネルってこんなわちゃわちゃしてるチャンネルだったっけなと思った。全然違うとこ来てたの。僕逆に来てた。逆に来てたの。かわいそうね。なんやこれ。はい。おしゃれだね。このね、ライトが可愛いの、すごい。本当に。本当に。ライトに癒される男たち。ごちそうさまでした。すまない。熱くね、外マジ。終わった。おお、すげえ。おお、すげえ。いいね。あっち行こうよ。あっち行こう。今から私たちは夜ご飯を、もう夜ご飯行って大丈夫なんけ、お腹すいた、うん、いいね。マーチンが重たい。プリクラ撮ります。お肉食べに来ました。お肉楽しみ。外の景色がマジで綺麗。おお。綺麗やね、夜景が。あいにくカメラの充電がなくなってしもて。急に汚いよ。やめなよ。帰ります。私は楽しかった。楽しかったね。楽しかったね。楽しかったね。またね。またね。またすぐに会いましょう。会いましょう。うん。ふむ。じゃあまたね。また遊びに来てください。